こんにちは、佐藤光郎です。今ですね、東京大学名誉教授と京都大学で素粒子物理学、要するに量子力学において世界でトップクラスという、まあ、2人の天才とですね、お話をさせていただきまして、こんな機会に恵まれてものすごい幸せでございます。まあ、その中で今日本のですね、水源地が外国勢力に買い占められているという話が出まして、まあ、よく聞きますよね、まあ、中国の人たちが買っているだとか。でこれが本当に中国のですね、まあ、軍部ですね、共産党が計画を立てて日本の水源地を狙って、で戦争が始まったらそこから毒をまくっていう、こんな恐ろしいことを本当にするのかなっていうのが僕にはちょっと信じられないんですけども、このまあ一つの話と、もう一つは単純に中国でお金持ちになった人がお金が余って日本の自然環境豊かな場所をこう買っていったら、自然環境豊かな場所っていうのはもちろん水源地になりますので、それが水源地だったっていうだけの可能性もあると。まあ、どちらにせよ今日本中のこう水源地がですね、外国の人に買われているという現状は間違いないようです。まあ、僕も3年前に兵庫県宍粟市にありますレイビレッジという施設を今運営している理由はですね、まあ、なけなしのお金で、頑張ってやっている理由がですね、やっぱり水源地を守りたいという思いもありましたので、もうとっても綺麗な水がそこからも出てますので、まあ、この話を聞いてですね、本当はどっちなんだろうと、まあ、わからないけど現状として買い占められていると。で今日スイスの話を聞いたんですが、スイスではですね、外国人が土地を買うと、その人が亡くなったらその土地は国家が没収という一世代限りルールがあるそうです。レマン湖という綺麗な湖があって、そのほとりにオードリー・ヘップバーンが別荘を買った。でもオードリー・ヘップバーンは亡くなったので一世代限りというルールで、それは国家が没収して、今はですねオードリー・ヘップバーン記念館として国がこう運営しているそうなんですが、日本もですね、もしこの法律をこう制定できればですね、むしろ今外国の人たちにどんどん土地を売るべきだと思いますね。すると外貨が獲得できると、土地を買うことによって。でその人たちが亡くなった時にはでも日本国がこれを没収できるということで、誰か政治家が見ていたらですね、こういった法律を通してみてはどうでしょうか。まあ僕の周りに政治家がいないものでね。はい、今日これから話をすることはですね、とても取り留めがない話になると思います。お前いつも取り留めがない話してるじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、今日はですね、日本国というのは資源大国で素晴らしいんだっていう話と、いやこれからは世界に対して海を開くべきだっていう2つのですね、答えの間をこう行ったり来たりするので、ダブルスタンダードで多分、取り留めがない話になると。1つのね、ワンイシューで話したらすっきり聞いて、ああ気持ちよかったで終わるかもしれないんですけども、どうしても答えが2つあるので行ったり来たりすることになると思います。このですね、会話、まあ僕も日本人で、日本国っていうのは素晴らしいって、まあ、皆さんも思ってると思いますし、そういう思いで日本国というものを守ろうとかね、そういう強い意志はあると思いますが、今日お話を聞いた限りではですね、日本国、まあ、縄文時代のさらにもっと前にこの日本列島付近にいた、まあ、当時樺太もつながっていて、でこの沖縄のあたりからもつながっているような時代にね、まあ、日本列島付近、ね、にいた縄文人たちが世界中に行って、それが今というか、まあ時代を経て帰ってきているっていう説をですね、まあ、東京大学名誉教授の方からお伺いしまして、ああそうなんだと、それはちょっと僕知らなかったもので、日本という国がですね、これまで、明治時代、明治維新、そして次に、昭和の戦争以降 GHQ ということで、2回欧米またはこうイギリス、アメリカら辺にこう思想をね、押し付けられてるというのはもちろん知っていました。給食にね、小麦粉を、余ってる小麦粉を入れることによって、小さい頃に覚えた味は大人になっても食べ続けるということで、今ではみんな小麦中毒、パン中毒っていう、まあこういったのもね、本当に戦略としてやられているんですよね。なぜかっていうと、第一次世界大戦が終わった後に、ドイツが負けました。でもドイツはその後すぐに勃興するんですよ。俺たちは間違ってなかったよな、つって、こうやってナチスがこう勃興したので、連合国側は考えたんですよ。この第二次世界大戦が終わった後に、日本もまた勃興されたら困るっていうことで、まず最初に自分たちがやったことは悪かったことだって日本人に思わせるっていう戦略を取りました。
何を最初にしたかというと、真実はカウダ、コーダですね、カウダ、真実はカウダというラジオ放送を始めました、 NHK で。まあ僕たちが戦時中は大本営の発表しか聞かされていないもので、GHQ としては、こういう状況だったんだよ、本当はこうだったんだ、真実はこうだっていう情報を入れつつ、それで日本人に戦争したことを後悔させて、さらに日本弱体化プログラムというのも一緒に始まりました。日本を弱くするためには簡単ですと、神社にあるものを全部破壊すればいいということで、簡単に言うと湧き水、そして、お米ですね。神社に何がありますか？どぶろくがあります。海塩、海の塩があります。そして純正率の音楽、雅楽ですね、純正率の音楽があります。そして旧暦の暦、まあいろいろあるんですけど、それを一つ一つ破壊していけば日本が元通りになることはないであろうと。でまあ僕は今雅楽の方の純正率ですね、世界が今平均率という狂った調律に全部変えられているので、もう一回純正率を取り戻そうという活動はしてますが、海塩、塩に関しては塩1000倍公社じゃないと塩が買えないようになったりとか、まあ一つ一つドブロックも禁止されたりとか、ね、今ドブロック特区でまた復活してきてますけども、そういったことをしました。これをウォーギルトプログラムといって、自分自身に戦争の罪悪感を植え付けさせようという本当のプログラムですね。まあ、そういったこともあって、まあ、明治維新で1回目ね。で、2回目がこの GHQ で、2回、欧米の思想を無理やりね、植え付けられてるよなっていう流れは、勉強していたら、皆さんもね、まあ、すぐにわかると思うんですが、今日ね、この、東京大学名誉教授の方に聞いた話だと、僕が完全にそこは抜けていたんですが、仏教が来た時に、まず第1回目の西洋からの思想の押し付けがあったそうなんですよ。仏教伝来500何年ぐらい、そのくらいの頃に、で仏教だから中国の思想、同じアジアだからいいじゃんと、まあ、思ってたんですけども、じゃなくてですね、日本に伝来した仏教っていうのは大乗仏教なので、これの元がね、キリスト教らしいんですよ。キリスト教の、キリストの弟子で、誰かな、聖トマスっていう方がいて、それがダルマ大使になって、で慶教になって日本に伝わってきた、空海とかが持ってきた、親鸞が持ってきたっていうことで、どうもこの仏教の頃にもう一回そこら辺のね、欧米の教えが入ってる。それまで日本は神流であり、神社であり、まあそれは宗教ではなかったんですよね。でもその仏教という宗教が入ってきたから、もともとあったものも名前つけないといけないから、神流を、まあ日本神道って名前つけるしかなくなったんですけども、神仏集合霊ですよ、社会で習ったね。これからは仏教も一緒にこう神様と祭りなさいみたいな。でまた明治維新でなぜかこれ分離令とか出すんだけど、戦争するために、まあとにかく3回ねそういうことが起こったと。でその話を僕がこうしている時にですね、いや悔しいですってなんとなくね自分のプライドに触れたので、日本という今までこう守ってきたものが3回も破壊されてるんだって思うと嫌だなって思ったんですが、その先生が言うにはですね、もともと縄文人が世界に行って、それが今帰ってきているだけだっていう。だから弥生の頃にほら朝鮮半島の人たちがこう大陸からやってきたとかっていうのも、もともと出てった人が帰ってきている。で日本人っていうのは、まあ、国譲りの神話にもあるように、例えばまあ僕たちがここでスサノオ、まあ、大国主の命でもいいですけども、いる時にアマテラスがやってきても、まあ、譲るような国家なわけですよ、日本っていうのは。全てを受け入れるという思想が、まあ、この日本列島付近に住んでいた人間たちの思想なので、今もその計画が進んでいるんだよって言われた時に、なんかすごい腑に落ちて、あ今こう世界中にこう行ったこの昔血を分けた人たちがただ帰ってきてるだけなんだなって思うと、まあ、別に中国が来ようがアメリカが来ようが、もともとのルーツが一緒なものが一つになるんだったらいいんじゃないかなっていう気がしてですね、なんとなくこれまでの固定観念が一つ剥がれてですね、いい経験を今日はさせていただいたなと思っているんですけども、で、ですね、そもそも僕は生物学について学んだことがあって、地球っていうのはですね、超大陸っていうのが何度もできてるんですよ。まあ、有名なのがパンゲア、最後のパンゲアですけど、その前からね、超大陸ってもう いっぱいあって、超大陸っていうのは大陸が全部一つにくっついて地球上のどっかにあった状態なんですけども、で、進化においてですね、
茎進化と冠進化という2つの進化があって、茎っていうのはあの、植物の茎ですね。茎って切ったらそこから2つに分かれるんですよ。僕の畑でもこう銀ネム切ったら2つに分かれる。で、何をこれ表してるかっていうと、大陸が離れるときにそこにいる生物はまた別々の進化をするので茎のように進化すると。で、別々にこう進化した生物がまた大陸っていうのは何億年したらくっつくので、くっついた時にはそれぞれがそれぞれに進化してきたものをここでまた融合し合って、ここで冠進化っていってですね、またワッシャーってこう生物は進化するので、枝分かれしてまた帰ってきて一つになるっていうのはですね、まあ、生物にとってはものすごい大事なことですし、で遺伝子上もですね、自分とは全く違うパートナーを求めるっていうのはもうこれは生物として当然ですよね。自分と近い、遺伝子とこう交配し続けると、まあ、奇形児が生まれるように、できる限り私の遺伝子にない遺伝子をこう獲得して子供に残すことが目的なので、だから日本人もできる限り本当は外国人と、子供を作った方が免疫とかも強くなるっていうことで、で、なんとなく、こう本当に日本国大和っていうものをだけをずっと守り続けるっていう、このもちろん自分のこうプライドがあってね、っていう思想と、本当にもう世界が一つのもう人種のるつぼになっていく。まあもちろんその中で日本人同士でずっと結婚していく人もいていいし、そういったね、二つのなんかこう未来を見せられて、あ、別にこう欧米諸国がさ、今ワンワールドって言ってこう、なんかずっとずっとこう、なんだろうな、西回りにか、あのイギリスから始まってさ、アメリカ大陸行って、アメリカ大陸も端っこがインディアン全部殺していって、で最終的にハワイに行って、で日本攻めようとした時に日本が一応立ち向かって、で西回りにこうどん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 イギリスからこう、あ、スペインからか、スペインから西回りにこう世界を征服していってる、このアングロサクソンですかね。まあそれも別になんていうんですか、そんなに悪いことでも、悪いことでもないと言ったらまた語弊があるけどもね、取り留めがないでしょ。答えが2つあるんだよ。一つの国家というものは素晴らしいっていう思想と、いや、もう地球というものがこうワールドワイドにこう開かれていくっていう思想がね、どっちが答えとは言えないし、もうわからないので、取り留めがない話になるなと。まあ、その中で今日ね、この日本という国が持っている資源についてちょっとお話できたらなと思うんですけども、もう時間がね、残り短いんですが、僕、電力会社で10年間働いていて、日本のフリーエネルギー、要するに、まあ、疑似的フリーエネルギーっていうのかな、あのエネルギー保存の法則に反しない、要するに、まあ、太陽光とかもあれば、まあ、フリーエネルギーって呼んでいいと思うので、そういった新しいこのエネルギーを作る方法ないかなっていろいろ調べていた時期があって、 NASA とかはね、この宇宙空間に、光の導線をずっとこう引っ張ることによって起電力を生んでそれを垂らすっていうことを研究していたりとか、まあいろいろで、最近はね、あのほら、常温常圧超伝導が起こったっていうことが先月のもうトップニュースですから、これは本当にフリーエネルギーって呼んでいいでしょうし、で中でも僕は今ちょっとこう注目しているのがですね、あの知ってますか、大阪市が今実証試験をしてるんですけども、サスティナブルエナジーっていう会社があって、その会社が作ったですね、ラジカル水っていうか、最初に種の石油、種油として石油を入れるんですけども、それを水と二酸化炭素で反応させて、水石油みたいなやつを、まあ、ラジカル水を作ると。で、そのラジカル水を元にして、それを種油にすれば、それと水と二酸化炭素でまたその経由ができるということで、ドリーム燃料っていうんですけども、要するに石油最初だけは入れないといけないけども、その後は石油を入れないで水と二酸化炭素だけで軽油ができるっていうものを、まあ今までこういった話がネット上で出ても、それをさすがに大阪市ぐらいのこの地方自治体って呼んでいいのかわからんぐらいでっかい都市がさ、一緒にその会社と実証実験はしてるんですよ。で、これはなんかすげえんで、ガソリンがね、なんつったか、10分の1ぐらいの値段で作れるんだって、これだと。で、それ聞いたとき、日本っていうのはそもそも、水の資源においては世界でもトップクラスに水が豊富じゃないですか。世界って水が飲めない国の方が多いんですよ、と言っても。その中で、資源って言えば、なんか化石燃料だとか、そういうふうに思われがちですけども、水っていうのはこれからものすごい資源になっていく中で、日本でこれ無尽蔵にさ、この、サスティナブルエナジー社だったかな、ちょっと会社の名前忘れたけども、この、
水からどん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 、水と二酸化炭素からね、どんどんこう軽油が作れるんだったらと思って、これちょっとやってみたいです。で、どこかにあるフリーエネルギーってよくあるじゃないですか。こうネットの世界にあるとか、都市伝説にあるとか。でも、これをね、僕も結局その段階にしかないんだけど、月に50万円払ったら、この機械をレンタルしてくれるらしいんですよ。今大阪市が借りているこのドリーム燃料のね。で、僕このレイビレッジでこれをやりたいなと思って。でも月50万のお金がないので、まあそのうちクラファンか何かでこう募集した時に皆さん助けてほしいんですけども、50万円かけてこの機械を入れても、僕は軽油販売業者みたいな免許を持ってないから、誰かが来た時にこのエネルギーを多分売ったらなんか違法なんじゃない？多分。だからもう自分でそれ全部使わないといけないし、友達ということにして分ければいいのか、ちょっと法律の解釈わかんないけども、とにかくどこかにあるフリーエネルギーというものをすごい身近で、あ、本当にあるんだってこう目で確認できる、すごいチャンスだと思うんですよ。だからちょっとこれね、50万円どうにか貯めて、毎月50万円で多分1年、または3年ぐらい契約しないといけないとしたら何？ 50×12 だから600万で1800万。ふぅ。1800万集める方法ないかな。そしたらね、でも本当に、で、あ、さあ、こうすればいいんだ。だからじゃあ、フリーエネルギーって今までどこか遠くの世界にあるようなものじゃありませんでしたかと、あなたにとって。でも、この、クラファンに参加すれば、実際にレイビレッジに来た時に、これをこう、見れると。で、実際にそのレイビレッジの車とか、何ガスと灯油とかでさ、使っていますよっていうのを見れれば、だって、皆さんにとっても、あ、本当にあるんだって、その知的、な好奇心も満たせるっていうことで結構賛同する人いっぱいいるんじゃないかな。やりたいな本当。まあそのうちそういったこともやろうと思います。はい、ということで今日はねやっぱり話がね取り留めもない方向に行きました。2つのねちょっとスタンダードで行ったり来たりしましたけども、本当に日本という国が素晴らしいという優先思想、まあこの民族が素晴らしいって、まあ素晴らしいですよ日本人というのは。ともう一つ、今まあワールドワイドに、まあ、いろんな人種とこう一つの世界になろうという勢力が、まあ、昔からもちろんありまして、この二つの間でね、行ったり来たりしてるのが、まあ、戦争もそうでしょうけどね、日本を守るんだ、アジアを守るんだと立ち上がった日本もそうでしょうけども、果たしてどちらが正解なのか、まあ、あなた次第ということで、よかったら皆さんの意見も聞かせてください。まあ、日本という国はもちろん素晴らしいけども、まあそれでも言うても地球の一つだし、今日本という列島が大陸から離れてるのも単純にプレートテクニクスでね動いただけであって、もともとあれですよ、日本人ではなくて人間の始まりもさっき言った茎進化があったわけですよ。茎進化って何かっていうと、大陸が離れたんですよだいぶ昔に。でそしたらなんとかざるなんとかざるなんとかざるっていうのができて、それがまたさらにくっついた時にアフリカあたりに僕たちの祖先ミトコンドリアイブがこの冠進化によって生まれたっていうのがあるので、今ですね日本人がどうだ、朝鮮人がどうだ、中国人がどうだ、で中国人がどうだ日本人がどうだって争っていることで一番儲かるのは単純に軍産複合体なだけなのでね、戦争すればものすごいそこが儲かるでしょう、当たり前の話ですよね。で戦争して儲かるだけ儲かって死ぬのは僕たちアジア人だけっていうのもなんか悲しいので、単純にもっとこうワールドワイドにみんなこうピースの世界にね行けたらいいんじゃないかなって僕は思うんですけども、あなたはどう思いますか？コメント欄で教えてください。まあ取り留めもない話になりましたけども、このチャンネルって何2チャンネルこれ何、まあこの動画がか楽しかったなと思う人はグッドボタンを押してください。こういうことを言うこともなんか恥ずかしいんですけども、僕はまだ YouTube 始めてね、本格的に YouTube 始めて1ヶ月しか経ってないので、でもこれを言うことによって伸びるんですって YouTube が、どこかにあるグッドボタンを押してください。そしてこの情報はねこの広いネットの世界でこの僕が今話したことをもう一回探そうとしてもなかなか検索できません。広いネットの世界、今でチャンネル登録しておけば あの兄ちゃんってこの兄ちゃんだってわかると思いますので、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。はい、ということで取り留めもない話でした。日本は資源国家である。